仲のいい先輩と後輩、そんな2人のプライベートな情報を教えてもらおう。僕がジュニアさんとの交際期間はもう13年ですね。13年、もう一周以上しましたから。すごいね。はい。で、思い出の場所はディズニー。こんな耳立ててきそうじゃん。ランドシーンに行ったらね、ミニちゃんのカチューシャつけて楽しむって。ちょっと写真あるんで見てください。マジで？写真あるんだ。うわぁ！めっちゃ似合う！ブスめっちゃブスの女やん。ブスめっちゃ楽しみますし、誰よりも怖がるんですよ、アトラクションを。あ、これタワーオブテラーですね。どんな顔してたの？これね、俺ね、すげえ嬉しかったんですけど、タワーオブテラーって下に落ちるじゃないですか、何回も。落ちる瞬間に、タケトあかんっていう声聞こえて。あなたが聞いたら、俺の手を握ろうとしたらしいんですよ。だけど、あかん、怖いなと思って、こう上げたところ。これね、皆さん、これ乗ったことあります？タワーオブテラー。すべて問題で説明あるんですか？このエレベーター、なんか不慮の事故で主人亡くなってるみたいな。こんな赤やろ、これ。こんなね、今まで喋ってた人は急にパッていなくなるんですよ。これあかん、これはちょっとやめとくわって言ったら、男の子がいてな、小学5年生ぐらいの男の子が、僕もそう思うっつって、僕もやめとくって。なあ、そうやろ、ほら、こあかんやろ、こんなもん言って。ほんで、大丈夫、行きますよ、行きますよ、そんなもん言って行って、これ乗るんですけど、なんかわかんないですけど、真っ暗の中でなんかダンって俺言ったら、その5年生の男の子が竹人のことめっちゃ睨んでる。俺が乗せたからね。めっちゃ怖いね、これ。次、コバとネオシックス。コバさんが、東京に来られてからの5年間ですかね、交際期間は。まあでも、本当僕で言うと、僕は17年前にコバさんにお会いしてて、高校2年の時に。はい、僕、大阪にお笑い見に行こうとして、で、島根。そうなんですよ。2丁目劇場の前にいたら、その芸人さんな感じの人らがこう来たんですよ。で、その中でコバさんだけ一人知ってたんですよ。そしたらコバさんが僕に気づいて、お前もこっち来いよみたいな感じで言った感じで、僕はコクリとした感じで前言ったら、コバさんがどうしてくれんだよ、コバ。センターボーイです、今猫が。センターボーイじゃん、グリギリだ、センターボーイだ。もつれながらでしたけど喋れますか？レゴシックスボムですか？何？旅行とか行かせていただいて、父の方に寄り添ったよ。2人で映ってる時は全然いい。あ、これですね。どこにいるの？日村さんも一緒に。そうかそうか。眠気出ようよ。そうだね。今ちょっと僕ソファーバカなるぐらいケツに汗かいてきましたね。吉田と橋本は会う頻度で言うと、まあ最近の平均すると週3、4なんですけど、連続で言うと10日連続っていうのが、ずっと連続で飲ませてもらってて、ある日吉田さんと、まあ、会って一杯目乾杯ってなった時に、俺売れたわって言い出す。そうはまだ酔ってないの、乾杯やから。はい、乾杯。で、話